2023年11月最後の1週間。ついに雪が積もり始め、慌ただしい朝の始まりです。通園前の恒例の雪遊びも手袋はお乳さんの手ムレス。お乳さんの真似して雪かきをしてみたり、スコップで除雪機ごっこしてみたりと遊びの枠が広がる。除雪シーズンが始まりましたので、鍵にオリジナルキーホルダーを取り付けることにしました。マコトワークス。30日早朝5時30分エンジンスタートです。バッテリーはだいぶ放電していましたが、セル始動できました。それではヤマハ除雪機 YT660 出発です。昨晩に15センチほどの積雪を車で踏み固めました。その12時間後には15センチほどの積雪。いつもならのんびりとスノーダンプを使うところですが、夏から秋にかけて除雪機のメンテナンスをしたので、確認がテラブレードで除雪をしてみました。タクミモーターオイルを入れてからのエンジンは、とても静かになったと感じています。オイルの粘度は同じでもグレードが違うだけで、全く違う乗り物になった感じがしています。あ、乗れていませんね。トレーラーつけて後ろに乗りたいぐらいです。Uターンして戻ってきました。ちょっとオーガを回して雪が飛ぶか確認してみましょう。雪等行為問題なし。さらに Uターンしてのブレード除雪。右側に映るスコップでは上半身への負荷が多いし、スノーダンプでは重くなれば足腰への負担が大きい。そう思うと迷わず除雪機を使ってしまうのです。
木の枝に積もった雪を明かりで照らすだけで。美しいなんて思えるのもまた暗闇の中の楽しみかもしれない。今シーズンはオーガ内部を黒く塗りました。サビ転換剤でサビ止めをしてからシャーシーブラック、シューターの先っぽはなぜか白にしました。余ってた缶スプレーがあったので処分ついでに塗りましたが、ここだけ白いのもどことなく面白いと思うようになりました。塗った時はやっぱり黒だったなと思っていたのです。のんびりと除雪すること30分。道路付近までやってきました。ステンシルで名前入れて後悔なしです。空き缶で作った砲弾マフラーカッターは耐熱塗装せずにあえて缶のデザインのままおしゃれに。道路沿いを除雪するとやっぱり欲しいテールランプ。人に明かりが当たっていないと後ろから見えないはずなので、前から来る車には大丈夫でも後ろはやっぱり怖いですね。インペラの周りもよく、シューターの動きもよく、雪は良い感じに飛んでいきますね。これで除雪機のメンテナンス後の確認は完了しました。あ、前からトラックは大丈夫。後ろは いつも怖い。エブリデイスカリー。
やっぱりテールランプっぽいものでもあればいいね。サンクユー。